比較トヨタ新型パッソ VS 三菱ミラージュどっちが買い？徹底比較22。トヨタ新型パッソ VS 三菱ミラージュフロントリアシート対決。フロントシートは新型パッソについては 10XL パッケージ以上のグレードにベンチタイプが装備されている。マイナーチェンジ前はプラス鼻のみの設定だったが、新型パッソではベンチシートの設定が拡大された。座面の幅に余裕があり、座り心地もセパレートタイプよりも柔軟だ。通常の走行ではサポート不足もなく、快適に仕上げられている。そしてこのベンチシートは、先に述べたようにアットレバーをインパネに装着したからこそ実現できている。アットレバーが床についている、いわゆるフロアアットではベンチシートは成り立たない。ミラージュのフロントシートは一般的なセパレートシートタイプ。座り心地もコンパクトカーの平均水準。快適とは言えないが、座面が底付き感を生じることもない。座面のサイズも相応に確保されている。リアシートは新型パッソ、ミラージュのどちらも快適とは言い難い。新型パッソは座面が短く、柔軟性が乏しいために座った時に底付き感が生じる。ミラージュも柔軟な座り心地ではないが、座面はパッソよりも少し長い。身長170cmの大人4名が乗車して、リアシートに座った同乗者の膝先空間は、両車とも握り拳一つ半ば。コンパクトカーの中でも狭めになる。ただし、リアシートに座った乗員の足がフロントシートの下側に収まる配慮は見られ、さほど窮屈には感じない。頭上空間は前後が高いこともあって、新型パッソの方が少し余裕がある。ミラージュの場合、身長170cmの乗員がリアシートに座ると、頭上空間がほとんどなくなるのだ。トヨタ新型パッソ VS 三菱ミラージュ、動力性能対決。運転感覚については、マイナーチェンジを経た新型パッソに未だ試乗していないので、読者の皆さんには申し訳ないが、現時点、4月23日、での細かな比較は難しい。そのため、カタログ上の動力性能の数値について比較してみよう。新型パッソの1リッターエンジン搭載モデルは、最高出力が 69PS、6000rpm、最大トルクは 9.4kg、4400rpm。対するミラージュは、最高出力 69PS、6000rpm、最大トルクは 8.8kg、5000rpm。カタログ値から見た予測では、最高出力は同じながらも、新型パッソはミラージュよりも高トルクで発生回転数も低いので、運転がしやすい可能性が高い。ただし、
車両重量は新型パッソが 910kg で、ミラージュは 870kg と、ミラージュの方が軽い。エンジンや CVT 無段変速の設定でも動力性能は影響を受けるから、現状では決定的な優劣の判断はしにくい。ちなみにミラージュについては、汽車も幾度か試乗しているが、3500rpm 付近から加速力が活発化する傾向はあるものの、極端な高回転志向ではない。3気筒エンジンのノイズは騒音に聞こえて、戸坂道では力不足も感じるが、平坦な市街路を中心にした移動ならさほど不満はない。トヨタ新型パッソ VS 三菱ミラージュ装備価格対決。装備については、両車ともに自動ブレーキを作動させる衝突回避の支援機能は設定されていない。安全面では、新型パッソは VSC 横滑り防止装置を標準装備しているが、サイドアンドカーテンエアバッグはオプション設定。ミラージュは両方ともにオプションだ。その上で価格を比べると、新型パッソで最も快適な 10XL パッケージは1293,055円、ミラージュ M は1233,360円だが、横滑り防止装置の ASC 54,000円を加えると1287,360円で新型パッソとほぼ同額になる。機能と装備の違いは、新型パッソ 10XL パッケージにはフロントベンチシート、スーパー UV カットガラス、キーフリーシステム、リアシート中央部のヘッドレストなどが備わる。ミラージュ M は 99% UV カットガラス、タコメーター、エアコンのフルオート機能などを装着した。装備の水準に大きな差はないが、若干ではあるが、新型パッソが充実している。ミラージュでは ASC のオプション価格がやや高いことも影響している。今の相場は2ケラ3万円なので、もう少し安く標準装備していれば、快適度は新型パッソと同等となっただろう。今は軽自動車の販売比率が上昇して、新車として売られる車の約 40% を占める。しかし、峠道を走る機会があったり、遠方まで出かけるユーザーの場合、コンパクトカーの方が用途に合うことも多い。また、1台だけの所有では、コンパクトカーと軽自動車の1年間あたりの維持費は、燃費が同等なら税金を含めて3ケラ3ピリオド5万円しかちごわない。コンパクトカーは日本の道路条件に合った車だ。パッソやミラージュも衝突回避の支援機能などを含めてさらに充実を図れば、ユーザーの受けるメリットはさらに大きいものとなるだろう。